ザ・レスラー柴田勝頼、7年ぶりの参戦。2005年、健太のパートナーとして初参戦した柴田はいきなり GHC タッグ王座に挑戦。ベルトダッシュはならなかったものの、強烈なインパクトを残した。その後もロングを果たすなど、ノアマットの話題をさらった。そして今年1月の大阪、ソウルメイトの健太が頂点に立った試合に立ち会うと、盟友の快挙を祝った。その対戦相手は、かつて健太が作り出した暴走鉄仮面、マイバッハ谷口。マイバッハはその後健太を裏切り暴走。ソウルメイトのため柴田が鉄仮面制裁か。第4試合、暴走鉄仮面 VS ザ・レスラースペシャルシングルマッチ、マイバッハ谷口対柴田勝頼。第4試合、暴走鉄仮面 VS ザ・レスラースペシャルシングルマッチ、60分一本勝負を行います。ノアマットにあの男が久しぶりに登場します。喧嘩ストロングスタイルザ・レスラーが7年3ヶ月ぶりに帰ってきます。前回のノアマットは2006年9月、ケンタとのタッグマッチで田上塩崎と対戦、勝利を収めています。今回盟友ケンタの要請を受けての再戦、マイバッハ制裁を受け負いました。柴田勝頼、あいつは何もかも中途半端、失敗作は俺が終わらせてやる。ここ有明コロシアムでマイバッハを終わらせるのでしょうか。柴田勝頼、今7年3ヶ月ぶりにノアのマットに立ちました。俺は変わりたい、現 GHC チャンピオンケンタに訴え、谷口周平からマイバッハ谷口へと変身した去年2月。あれから1年10ヶ月、無慈悲に、冷血に、暴走ファイトでノアマットを席巻し、混沌としたものに変えてきました。田上明引退記念大会においても、その暴走は止まることはないのでしょうか。今年2月には健太に反逆の牙を剥いたマイバッハ。しかし GHC ベルト挑戦も敗れ、以降低迷が続いています。マイバッハ谷口まだ現れません。あっと、マイバッハ谷口、通常の花道から出てきません。その反対側が、おっと、さすまたが黒く塗られている。これまでは銀色のさすまただったマイバッハ谷口、あっと、柴田の足をすくった。早くもマイバッハ谷口、柴田の足をすくっていきました。黒く塗られた新しいさすまた、一気に柴田に対してその思いをぶつけるかのように。そして鉄則、ホームセンターで買えるような、そんなものを使っているようじゃ中途半端だ。柴田勝頼からそう挑発も受けました。マイバッハ谷口、解説は佐久間和彦さんです。はい、佐久間さん、はい、一気にマイバッハ谷口が仕掛けていきましたね。そうですね、まさかの入場からでしたからね。はい、ね、お互い初対決なんで、これどういうファーストコンタクトになるかと思ったんですけど、左マイバッハ行きましたね。そうですね、これどちらがペースをつかむかというところ、まず注目されたところですが、ここまでは場外戦、マイバッハ谷口が柴田を捉えています。さあ、マイバッハ谷口、ゆっくりと今柴田をリング内に戻しました。マイバッハ谷口、去年2月、谷口周平が自らノーマーシに入りを熱望し、 2.25 後楽園で
谷口周平からマイバッハ谷口として生まれ変わりました。このマイバッハ谷口をプロデュースした健太からは、今までのものを全て捨てろ、そういったことは受けてマイバッハ谷口、あっと柴田が耐える、そしてキック、キック一発、やっぱ柴田これですよね、はい、打撃でも早く自分のペースに戻したいですね。なるほど、今度は柴田が自らのペースをつかむでしょうか。キック一発、有明コロシアムの空気を一変させました柴田勝頼、喧嘩ストロングスタイル、34歳、三重県桑名市出身です。7年3ヶ月ぶりのノアマット、あーっとマイバッハが迎撃します。ペースをつかもうとした柴田勝頼に対してマイバッハが迎撃、あーっとラリアット、おたけびを上げながらくすだし式。佐久間さん、はい、この柴田がノアのマットに7年3ヶ月ぶりに帰ってきた、これはどのように捉えていらっしゃいますか。あの、ね、やっぱ今年健太政権が誕生した1月ですよね。その時にはセコンドで来ていてね、はい、今その最後の12月にこう来たって、やっぱ健太がねこう導いた縁だと思いますしね、はい、対戦相手が健太が作り出したマイバッハですから、まあ、この先ねこの試合をステップにやっぱ柴田としてはインパクトを残して次にもつなげていきたいという思いはあるでしょうね。健太からは失敗作を終わらせてくれという要望を聞き入れて、柴田勝頼このノアのマット、マイバッハ退治に、あっと腕を取っていった、一気に腕を取っていった柴田勝頼、さあその肉体が好調していきます、がっちりとその右腕を取っています柴田勝頼、リングの中央、今足をかけました。佐久間さん、はい、マイバッハ谷口にとってはこの関節技、柴田の関節技というのも初めての経験ですよね。そうですね、まあ、本当にこれお互いに、ね、お互いの知識が、ね、ないでしょうからね、はい、あっと今マスクですね、マスクに手をかけている柴田、失敗作を終わらせろ、健太からそういう要望を受けて柴田はこのノアマット立っています。まず今マスクに手をかけました、そして場外にキックで蹴り出していきました。これ柴田は深追いしない方がいいでしょうね。はい、なるほど、あっとさすまたをマイバッハ谷口早くも取り出しています。おっと、しかし柴田はそのさすまた使わせません、あっと顔面を、なるかマイバッハレフリーは気づいています、これは止めなきゃいけませんね。あっと、これはさすまた、さすまたを使って殴っていく、あっとこれはいけません、レフリーも見ています、おっとこれは受け止めた、そして張り手、さすまたを受け止めて強烈な張り手、ガックルと片膝を落としました。マイバッハ谷口、何か今正気を失ったような、はい、そんな様子を見せましたマイバッハ谷口、マスクでその表情、あっとさすまた、やはりマイバッハはマイバッハ、暴走していきます、さすまたを手に持ったまま、この試合から黒く塗られたさすまたを手にしています、マイバッハ谷口、これはレフリー止めなきゃいけませんね。そうですね、レフリーの制止もお構いなし、マイバッハ谷口まさに暴走しています。健太からは中途半端、あーっとこれはゴングが鳴らされた、マイバッハ谷口の反則負けでしょうか。この結果に場内からため息、そして何かブーイングのようなものが漏れます。柴田はもう1回だということをリング上から叫んでいます。あ、右のケンタ来ましたよ、あっと今ケンタが来ました、ケンタが来ました、ケンタがマイバッハをリングに戻しました、そして柴田がそのマイバッハ取られて、あーっと叩きつけていく、柴田の盟友健太、健太が入ってきました、ソウルメイトの登場、そして有明コロシアム一気にその勢いを上げていきます。もう一回、もう一回、柴田はもう一度だと要求を続けますが、佐久間さんから大変なことになりましたね、ゴング鳴らせと柴田言ってますね、はい、ゴングを鳴らせと柴田は顔を向上させて場内を追っています。いや、これじゃ終われないですよね。これでは終われない。もう一回だ。再試合が行われることになりました。
なんということでしょうか。田上明一体記念大会第4試合、マイバッハの反則負け、一度はゴング鳴らされましたが、健太の登場、そして柴田勝頼、もう一度やらせろ、そのアピールが通じて、もう一度再試合のゴングが鳴らされました。佐久間さん、再試合という大変なことになりましたね、はい、そうですね、もうマイバッハの方としてはね、暴走で終わらせてしまうぐらいのね、そして一気にマスク、ね、マスクに手をかける、マイバッハのマスクに手をかける柴田の両腕、マスクの位置に上がりました。マイバッハ谷口のその素顔の一部、柴田勝頼、いやこれ柴田のね怒りは半端ないですよ。怒っています柴田、狂犬の表情か柴田、そしてまたもマスクに手をかける、そのマスク、マイバッハ谷口、ああその素顔が、その素顔が今柴田勝頼によってマイバッハ谷口、マスクが取られてしまった、その素顔をありあげこのスラム、その素顔を晒しました。そしてリング中央、怒りのエルボーか、いや感情が見えるマイバッハですよ、ここは谷口の表情がすごいですね。谷口周平その姿、マイバッハ谷口、その仮面が取られました、怒りの谷口周平、マスクを剥ぎ取られたその谷口周平、上半身体が向上しています。そしてトップロープ、トップロープに登って、これはマイバッハプレスか、しかしこれは谷口周平、カウントカウント2、もはやその顔にマスクはありません、これはマイバッハ谷口ではなく谷口周平です。去年2月自らの意思でマイバッハ谷口となった、その谷口周平が今柴田勝頼によってその素顔、有明コロシアムで晒すことになりました。佐久間さん、はい、この谷口の心境というのは、いやそうですよ ね、 こうね、はい、ずっとマイバッハの仮面にねこの感情を隠してたようなところがありましたけどね、はい、そのマスク柴田勝頼によって剥ぎ取られてしまいました。一度はマイバッハ谷口、さすまたによる攻撃で反則負けとなった、しかしもう一度再生、あーっと飛んできたドロップキック、低空のドロップキック、再試合となり、そしてすぐに柴田はマスクに手を挙げていきました、あっとバックドロップ、そしてそのマスク完全に剥ぎ取られました。マスクの下素顔があらわになって、谷口周平今何を思う、鳥取県倉吉出身谷口周平、マイバッハ谷口になる前気迫を前面に押し出し、あーこれ厳しいですよ、あっと今スリーパーががっちりと入っている、さあスリーパーほどいて、さあ来るか、 PK PK 決まりました、柴田勝頼の PK、 さあカバーは、おっと、いやこれ締め落としですよ、柴田自ら谷口の体を引き起こした、そして締め上げていきます、さあそしてスリーパー、あーっと苦しい表情、谷口周平もうマスクはありません、その素顔が有明コロシアム、あーっとスリーパー、決まってますね、この表情締め落とされてしまうのか、谷口谷口、あーっとここでレフェリーストップ、締め落とされました、谷口周平、谷口周平マスクを取られ、そして柴田勝頼に屈辱のスリーパー、締め落とされてしまいました。失敗作は終わらせる宣言通り、柴田勝頼喧嘩ストロングスタイル、マイバッハ谷口を反則負けなどでは終わらせなかった、マイバッハ谷口ではなく谷口周平として葬り去った柴田勝頼。佐久間さん、そしてリング上、はい、マイバッハ谷口や谷口周平、はい、
見まぐったりとその太陽場外に運び出されています。そうですね、マスクが、はい、あの柴田としてはね、健太の要求に応えた形で谷口を仕留めたわけですけどね、この後の谷口がどういう行動に移るのかね、今はまだ何も語られないでしょうけど。そうですね、いや、あーっと今何かその場外で自らの素顔を隠すようにして足元をもつかない様子引き上げていきます。いや今何を思うかちょっと本当にこれは読めないですね、その心中は分かりません。